禁煙パイポ禁煙パイポは、マルマン H&B が発売しているタバコ型の禁煙グッズである。1984年にマルマンの別会社であるアルマンが発売。発売当初に放送されたテレビコマーシャルが話題となった。テレビ番組、発明将軍ダウンタウンのひらめき発明伝コーナーでこの商品が紹介されたことがある。それによると考案のきっかけはパイプを持つ。 愛ン家は喫煙時以外にもパイプを口に加えていることが多く、これはフロイドの唱える更新期に由来すると開発チームは考えた。さらに縁日で売っている発火パイプからもヒントを得た。こうしてミントや柑橘類の味を吸入しながらタバコの代わりに物を口に加える更新欲を満たすという形の禁煙具として、この禁煙パイプが生まれたという。 マルマンの事業再編に伴い、2018年10月1日付で発売元がマルマン H&B へ変更された。2020年現在、従来の禁煙、パイポの他にも電子パイポも販売されている。下記の記述は基本的に初期バージョンのエピソードである。小指を立てた状態禁煙、パイポのテレビコマーシャルには3人のスーツ姿の男性が登場する。 まず青いグラデーションのかかった背景に、右手に禁煙パイプを持った一人目の男性が登場し、私はこの禁煙パイプでタバコをやめましたと語る。続いて同じ背景でやはり右手に禁煙パイプを持った二人目の男性が登場し、私もこのパイプでタバコをやめましたと語る。三人目の男性が登場するときには、ピンク色のグラデーションがかかった背景となり、 パイポの代わりに小指を立てながら、私はこれで会社を辞めましたと語る。最後に禁煙パイポを数三人の男性が映し出される。このコマーシャルの演出を担当したのは市川と志である。制作及び放映費は全て銀行からの借金であり、成功しなければ倒産するという状況であった。出演したのは日本禁煙友愛会のメンバーであり、 エキストラ派遣会社から応募してきた素人たちから、市川が中心となって先行した。出演料は交通費と弁当の支給のみであり、コマーシャルがヒットしてから謝礼が支払われた。1984年5月にテスト販売を開始した禁煙パイポは、販売の行われた静岡県で、コマーシャルが放映された。制作スタッフはコマーシャルが、工場領族に反するのではないか。 女性団体から抗議があるのではないかと心配した。実際、最初は放映を拒否され、スタッフの熱意で放映を行うことができた。当初は小指を立てないバージョンも制作されて放映された。3ヶ月後、東京都で放映が開始された。東京都で放映が開始されると大きな話題となり、3年後には商品の売り上げが初年度の3倍となった。 CM に出演し小指を立てた人物である手塚和恵は当時東京都の職員であったが仕事に支障をきたすほどの有名人となった。私はこれで会社を辞めましたというフレーズは1985年の新語・流行語大賞の流行語部門大衆賞に選出された。また日本テレビコマーシャル制作者連盟が1991年に 選定した昭和の CF100 選に選ばれている。出演した手塚によると、当時は子供もよく真似をするほどのインパクトある人気 CM だったとのことで、街中ではサインを求められることもあったという。ありがとうございます。